はい、皆さんこんにちは、うちでございます。クリムゾンやっていきたいと思います。コメントで見ましたけど、無事解かれた方おられるようですね。おめでとうございます。本当ね、一応 RBG の扉は RBG で間違いなかったようです、私のね覚え方ね。で何です、かなりレベルが高かったようなので、楽勝なのかな。ああでもね、行きたいよっていうのを聞いたんですけど、でも運要素があるって聞きましたけど、それでもダメな時はダメなのね。もうね、そこまでもうこのゲームブレてないね、そういうところはね。もう本当恐ろしくなってきちゃうね。でね、今回はね、もう普通の箱組みは多分これがラストになります。ラストにする予定です。というのもね、この後はね、今回、それをお伝えするためだけの、収録という形に私しました。というのも、この後、私ね、もう裏で気合い入れてやりまくります。で、やりまくって、もう育てて、で、もう、次のパートぐらいにはボスのとこまで行った、または扉のとこまで行ったというような感じでね、やっていきたいと思ってますので、2人だったらこれで行こうかな。でも当たんないんだよね、レベル33でも当たんないんだよ。ほんとびっくりしたよね。ほんとね、実はね、私ね、これね、2時間ないかな、1時間ぐらい裏で育ててたんですけど、ほんとね、そうだ、使われたんだ。もう全然当たんない、魔法使わなかったらびっくりするね、ほんと。あ、イザベスさん、あら、なんだこれ。あー、もうね、もうほんとね、へし折れちゃうなこれ。なのでね、多分ね、次のパートはね、もうやるときはレベル40ぐらいでいってるんじゃないかな。もう私もね、これ終わってちょっとしたら、これ今ね、土曜日撮ってるのね。この後ライブまで時間があるんで、ずっとクリムゾンやろうかなと思ってます。でね、これがね、日曜日じゃないわ、月曜日？あ、違う、これ日曜日流れるのかな？日曜日に流れると思うので、日曜日に流れて月曜日まで止まっちゃったよ。今マップ開いた瞬間に落ちちゃったね。私の方のネットでね、攻略ページのマップ開いた瞬間に落ちちゃいました。びっくりした。まあレベル上げるからね、いいんだけどね。ネオバイソンさん、これね、魔法唱えないからね、こっちも魔法唱えなくていいんですけど、ドルジェやればね。でもね、今回は別にもう向こうまで行くつもりはないので、今回はただ単に育みとこのお知らせ、というところですね。でも解いた方が身近におられたので、ちょっと私安心しました。もうね、ちょっと別の方の、ね、コメントでもあったんですけどね、コメントの返信でしたんですけど、もうへし折れるので、でそのペガサスワープを間違えて落とした場合みたいな話になって、ああそうだ、私ペガサスワープ系を落として、それを上書きセーブしたらきっと私もうやめちゃうねっていうコメントを返したんですけども、もうね、そこまでいったら多分私もうやめますね。本当もうそこまでいったらね、やめていいと思う。もうね、ここまで来ちゃいましたけど、ですからこれパート何本になるかちょっと分かってないんですが、何本になるんだろうね、これパート何本になるのかなと。あ、間違えちゃった。ごめんなさい。よいしょ。これがパート78ですか。80までには終わらせたいなと。もうね、私も、見られてる方も、もうちょっとクリムゾンお腹いっぱいになったんじゃないですか。私はもうお腹いっぱいです。正直ね、もうやっぱ88のゲームはね、パート100超えたらダメですよ。もうサバッシュとかなんかはもう本当にもう言語道断ですよ。あれも頑張ってやったけどね、パート200超えたんだってかな。
あれ、エメドラの方が長かったのかな。エメドラも辛かったもんね。ほんとね、エメドラの昔見るとね、昔の記事とか見てると結構ね人気があって、まあまああの頃にはクオリティ高くてっていうことがあったんですけど、あんなタムリンがもうヒール忘れるなんてもう言語道断だもんね。今の私がやったら、あのタモリンがもうヒール忘れてること気づいた時にはもうあのもうほんともう暴言吐いてるかもわかんないね。ほんとね、あの回復役がヒールを忘れるってどういうことって思うんでね。しかもそれがバグだって言うんだからね。あ、バグとか使用っていうかね、そういうプログラムだって言うんだからね。新しい魔法を覚えてね、あのところてん方式でヒールを忘れるっていうね、とんでもない仕様だったもんね、ほんとに。さあ、うっ、ちょっと待ってよ、これはね、こうだ。未だにね、覚えきれないんですよね。ちゃんと何遍も言ってんのにね。もうね、この5匹ぐらい出てくるとね、諦めつくんでいいですよね。あの2匹とか3匹が一番辛いです。ほんとね。あ、そうだ。あのね、私ね、3日ぐらい前かな、モンスターハンターワールドをね、やってるんですけど。で、ノラパーティーで、言ってたんですけどもね、まあ英語で話しかけてきたんでね、外人、まあ英語圏の人だったと思うんですけどね。でしつこく話しかけられたんで、もう私I cannot speak English、 Sorry I cannot speak English って言って、でそのままボスをねボスを捕獲したんですよね。とすると彼はどうも捕獲が目的じゃなかったようで、その後おもむろに、ね、WTF って書いてきたんですよ。で、なんだろう、No, I disagree って書いてきたのか。で、WTF って何だろうと思ったら、あ、What the fuck っていう意味かとか思ってね。ほんで、ネットで調べたらやっぱり、あ、What the fuck でね、あ、怒ってるわ、怒らせてしまったんだねと。こっちは良くてね、良かれと思ってやった捕獲が、彼には、許せないことだったみたいで、すぐ彼出ていったもんね。いやーちょっとね、反省しました。やっぱりね、親切の押し寄りはダメですね。よかれと思ってやったんで、だから話しかけていたら何かね、そこで考えないといけないということを今回学びましたね。話してきたのが日本語でなくて私が理解できなかったら、もうそこから去った方がいいですね。私どちらかというとゲストでいつも行くんで、ホストにはそうそうならないんで、ということが分かりました。で、一つお勉強になりましたね、ほんとね。これはほんとね、私ね、しばらくね、ちょっとね、へこみましたよ。あー、なんでこういうことに至ったんだろうっていうことでね、考えたら、まあ、2日、3日も経てばね、ケロッとしますけど、いやー、また当時はね、ちょっとね、ほんとにね、睡眠時間が減るぐらい悩みました。いやね、ほんとね、英語でコミュニケーション取りたいんですけどね、いざあえて取ってこられるとね、もう何も、しかもね、ボスと戦ってる、モンスターと戦ってる最中にね、会話を求められてもね、もう私何も言えない。ほんとね、ボイチャするわけにもいかないんでね、ボイチャなんかしちゃうと、もう私言うのはね、キープレフトくらいしか言えないんでね、ユーロトラックシミュレーターでね、教えてもらう。ゴーストレイトぐらいかな、うん、あれぐらいしか思えないもんね。というわけで、まあそんな感じでしたかね。ですんでね、あ、そうだそうだ、それとね、それがね、2日前だったかな。で、今日はね、あれなんですよ。昨日ね、寝不足で、あ、そうだ、おとといが、だから、おとといか。それで寝不足だったので、昨日はね、夕方9時ぐらいにもう眠くなって寝ちゃってたんですよ。もう、布団も敷かずにね。で、9時ぐらいから寝ちゃって、朝の2時ごろ起きたんですよね。あ、アンドレ君レベル上がったね。あ、まだまだ足んないよ。それで2時ごろ起きて、あー、どうしようかなと思う。変に目が覚めちゃったもんですから、あ、こういうのが辛いんですよね。でも、ネオバイスは魔法唱えないんでね、これこのまま押します。で、何しようかなと思った時に、あ、そうだ、ファーストクイーンネクスト、あれ、レベル上げないといけないわって思ってね、やってたんですけども、で、やってるもんですから、そのままね、今に至りますんで、ちょっとね、テンション高いかもしれません、モチベーションがね。もう、ファーストクイーンネクストもね、このクリムゾンと同じようになると思います。まあ、このあとね、多分ファーストクイーンネクストもね、
上げてると思うんですけども、この後とか、まあ、これが、日曜日に流れるんで、多分ファーストクリニクスはもうちょっと後に上がると思うんですけどね。ファーストクリニクスも、ね、やりすぎてね、もう取りだめ状態になっちゃってるんで、もうこれもなんとかしようというところで、あれになりました。まあ、定期枠ではないんですけども、スケジュールで上げるようになってます。ファーストクリニクスも、スケジュールというか、気がついた時に上げるようにしてるのかな今ね。あまり頻繁に上げちゃうと、話ガンガン飛んじゃうんで、まあ、飛んだところであれなんですけどね、やってること変わってないんですけども、歯組みなんでね。いやー、でもね、ファーストクイーンネクストはね、もう本当にね、へし折、あれもへし折れそうだ。そうだ、ここのとこね、ポリーブリッジもいると3本へし折れそうな、3本星折れそうな、星折れそうじゃないね、へし折れそうなゲームやってんだよね。いやー、本当ね、もうファーストクイーンネクストはへし折れるな。またへし折れる出来事がありました。へし折れそうな出来事かな。ですんでね、今はもうファーストクイーンネクストもあれになってます。ハグ組になってます。そのハグ組動画を多分ね、ハグ組の動画かな、どういうハグ組するのかなっていう、今までとは違ったハグ組動画の仕方をね、自分で確立したんで、あ、いやいや、確立したんで、それを今朝ね、2時からずーっとやってました。2時から朝の6時ぐらいまでやってましたね。で、ね、朝仕事に行く、神さんから白い目で見られながら、これ笑ってしまうのがね、うちの長男がね、別でずっと、もううちの長男夜型なんでね、徹夜してやがんのね、ずっと徹夜してやがんのよね。で、昼間に、今も寝てますけど、昼間寝て夜起きるっていう最悪のパターンになってんでね、何遍言っても治らないですね。私もひどかったけども、私以上だ、あれねえ、なんとかならないもんなのかなと思うんですけどもね。で、まあそんな感じで、クリムゾンは次はね、もうボス前ぐらいかな。あと一応扉のところね、扉の前では行こうかなと思うんですけども、あと、まあご忠告いただいたんですけども、私の戦闘の勇者は序盤は、ここたどり着くまでは勇者で、勇者を優先的に魔法を使って、ボスになると勇者は魔法使わずにガンガン攻めないといけないのでっていうことなので、もうね、いい話聞かせていただきました。もうこういう内容でいこうかなと。勇者も一応今 MP がほぼ90なんで、100手前なんでね。あとはあれかな、一応ね、別で聞いてるのは、もうイザベラさんとアンドルド君はね、ボスに対しては何もできないので、回復と防御、このゲーム防御がね、まともに効くかどうか微妙なんですけど、まあもうすることそれぐらいしかないんでしょうね。そういうことで考えております。まあね、ボスのヒットポイントが大してないそうなんで、250ぐらいって聞いてますんで、まあ、このゲーム当たればね、当たっていいランスを弾ければっていうような感じで思ってますんでね。さーてと、いやー、なかなか長いですね、クリムゾンもね。次はな、あー、そうだ、次はあれかな、キス・オブ・マーダーか。あ、JB ハロードさんシリーズだったっけ。あー、JB ハロードさんシリーズだったら、泥仕合になることはないんで、積むとき積むでしょうけどね。まあでも積んだときには総当たりかな。っていう感じだと思うんで、まだね、逆にハロードさんシリーズなんかは、ライブでやった方がいいのかもわかんないね。もう私メモとか取らないから、皆さんの知恵をお借りして解いた方がいいのかもしれないね。私解いてるはずなんだけどね。なんせ私総当たりで解いてるからね、昔。私は昔アドベンチャーするときは、ね、ほぼ総当たりで解くような癖ついてましたから。ねえ。あとね、また話はファーストクイーンに戻るんですけど、うわぁ、イザベラさん30で死んじゃったよ。痛い方？あ、死んじゃうね。これはまずいぞ。あ、もうデストロイヤーで行こっか。あ、ちょっと待って。あ、よかった。あー、MP がない。危ない、危ない。あ、私上がっちゃったか。イザベラさんと差が出ちゃったね。
私のシグナスワープを、渡すアーノルド君ね。ああ、イザベラさんお亡くなりになっちゃったか。シグナスワープ使いましょう。あ、じゃあちょうどいい時間になりましたね。まあこんな感じでね、しとりますので、次回はちょっとね、もうあら間違えちゃった、なかなかいいレベルにしたいなと思っておりますよ。うお、1000超えちゃったよ、とうとう。あ、でもいいでしょ、お金たまにあるからね。はい、もう1回の戦闘で1000超えちゃったりしますからね。じゃあこの辺で終わっておきましょうか。さあ、これが終わったらまた行くか。これですからあれだろうね、まだまだ私レベル上げないと。あの解いた方はね、私聞いてる記憶によればレベル50ぐらいだと聞いてましたんで、まあ私40まで行っていこうかなという感じでしょうかね。それじゃあね、この辺で終わっておきましょうか。それじゃあクリムゾン88ね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。